転げていった、転げていった。すごい。すごい。ハイジみたいな。語りかけてる。車中泊スポット。アジサイ園作ってみた。どのくらい歩くやろ。30分ぐらいかな。もんちゃん来た。おはようございます。あれ、ビューポイントまだ上やっけ。あったあったあった、入り口や。 800m やって15分。おう、うん、1.2 キロって一番下から 1.2 キロや、うん、お、真心の杖ある。え、杖。うん、ついてみたかって。え、杖つきたいとかある。うん、真心の杖お借りします。じゃあ俺もお借りします。なんか木の枝あるけど、まだ返したらいいわけやね。うん、これ苔生えてる枝に。これも真心の杖かな。うん、入れとこう。真心の杖がいっぱいある。あ、ほんまや。こんなところに真心だらけや。前歩いて。千人みたい。うん、どう。いいね。首に巻いたタオルがいいよ。こんな言っていいか分からんけど、昨日の人なんかえらい疲れてたから、うん、俺もう相当な階段とか、うん、なんか獣道。あ、ここ道なんぐらいのところちょっと想像したんやけど。お、びっくりした。びっくりした。これめっちゃサイズでかいで。この貝大きい。タバコとのサイズ感がこれです。でか。これタバコ。タバコこれ。カエルあれ。ちょっと通るか。このカエルもちょっとビビってるわ。めっちゃ整備されてんねんけどここ。だいぶそんな奥で声入れへんで。いいですね。びっくりした、もう。どうしたんかと思ったやん。うん。すごい。もう多分あんこやで。うわ、びっくりした。またカエルおる。あ、転げていった、転げていった。転げていった、転げていった。死にませんやろけど、びっくりした。またさっきと同じサイズのカエルやった。大きい声出してしまったからカエルびっくりさせてしまった。ごめんなさい。すげえ、ここほんまにすごい。日本のチロルや。真心ありがとうございました。ありがとうございました。やば、すごい綺麗に。雪、雪残ってんな。え、怖い。ケーブルいるな。雲と同じ高さまで来てるな。日本で唯一大池山。この下全然ガードレールで見えへんな。限定5台車中泊受け付けますか。え、嘘。いいですね。うん、映ってるよ、ちょっとだけ。どうでしょう。すごい。
すごいね、ここの景色。すごい。やばい。新しい場所でした。ありがとうございました。懐かしいな。懐かしい。半年前でここ来た。うん。中央アルプスからの水やって。これ飲んでいいの？うん、書いてある。お飲みくださいって。これ、サービスええな。うん。あ、めっちゃキンキンや。アルプス雪どけ水やって。うわ、なんかうまいわ。おいしい。もう雰囲気ですでに5倍増し。来た時から離れてます。めちゃうまそうやん、これ。これがお蕎麦です。これがお蕎麦いただきました。懐かしい味、めっちゃ美味しい。うますぎてこぼしまくるの。何もつけずに味を見て半分つけて食べるやった。ズブズブにつけて食べるのが美味しい。結局ズブズブ。結局このズブズブで食べるのが美味しいんですよ。どう？めちゃくちゃうまい。うん、ロースの方が好き。うん、木でこっちもらおうか。あ、いい。そういう意味で言ったんじゃない？何ね。うん、あ、ここ。お風呂ここ。あ、千人風呂駐車場って書いてあるわ。うん。お風呂入り口こっちや。こっち？風呂こっち？こっち？お風呂。うん。これ重要文化財。すごい。富士山見えた。わあ、すごい。富士山や。なんか浮かんでるみたいやな。お前ら。富士山かっこいい。すごいね。ライン無料駐車場すごいな、どこ止めよう。綺麗ね。うん、ものすごいいいとこや、ここ。アイスクリーム食べる？アイスクリーム食べない。食べない。オッケー。笑うとこちゃうけど。笑うとこちゃうよ。どうか。これ、シャチは気にしないよ。仮眠はいいや。うん。雪？うん。決めた、ちゃんと。で、万年雪残るとこあるみたいですな。うん。すごいね、景色が。うん。あ、怖い。怖ない。はいはいはい。どうぞ。ホキキョウ。見て、山々が下におんで。雲めっちゃ近い。うん。
この雲めっちゃ近い。すぐそこに雲。結構パンパン。美しが原高原で軽食です。この水ここまで入ってる。お買ったラーメンもパンパンやったもんな。美しが原すげえパンパンや。これポテトチップスもパンパンやった。はい、ものすごいこぼれました。いいね。見えにくいですが、正面に富士山が見えてます。この辺り。ここで富士山を見ながらお昼ご飯を食べるのでしょうか。語りかけてる。平地に戻ってきました。膨らみが全くなくなった、これ。うん、押したら硬かったのに。で、これ、空のペットボトル置いとったらベコってなりました。ここが駅のホーム？うん、これホームっぽいね。あ、ここちょっと入ったとこ。うん、え、なんか改札みたいなのないやん。電車で切符を取るパターンかな。あ、そうかもしれへんな、うん、信州の鎌倉別所温泉やって。ちょっと道間違えた。 お観光バス。何あそこ、ムーギー。あれ、こんなところに駐車場あって綺麗なトイレと。なに？車中泊スポット。すぐそうやって。わあ、すごい温泉地って感じ。ほんまやな。うわ、温泉街ってこんな感じ？あれや。別所温泉。駅はこちらです。すごい異様な匂いがする。一気に匂いが硬くなるか。あー、途中で焼きながら食べちゃう感じ。うん、素晴らしいね。食べた。お願いします。俺こっちで入れようかもらって。ひき肉のタレ、ほかほか白ご飯。ほかほか白ご飯の量を配分にすりました。お、ご飯あと下がった。ゴミ袋でめっちゃ邪魔してた。邪魔だな。はい。置いちゃって。カメラの目の前。
ありがとう。間違いないごちそうやわ。いい。味噌汁いらん？うん、大丈夫。手を合わせてください。いただきます。いただきます。素晴らしい。素晴らしい。32分。40秒。32分40秒。34分40秒。何この水菜と妻のごまドレッシング和え、完璧な味付けなんですけど、いつも作ってくれてありがとう。どういたしまして。あ、キュウリが隠れてるんで探し出して食べて。あ、ほんまや、初めて知った。水菜がいっぱいありすぎてさ、あと2回分サラダできる。マジで水菜そんだけあったっけ。うん、半分入ってた、でっかいので100円とかちゃうかった。うん、クールも3本買ってたから、うん、ちょうど2回分の同じサラダができる。2分になりました。うん、ご飯食べれる。ごめん、俺サラダ食いすぎてるわ。いつもやで。ほんとに？うん。旭系金属、米炊くのだけに特化した鍋作ってくれへんかな。これやで。いや、あの炊飯器っぽいさ、うん、すぐ何取れますみたいな、あのコーティングで、あのフッ素のやつでめっちゃ重たい鍋あんねんけど。あ、そうなん。ご飯15分炊かなあかんねん。あー、でもそっちもご飯めっちゃ美味しく炊ける。そらそうやな、うん、鉄かな、あれめちゃめちゃ。へー、片手でも足りへん。そんなあんね。うん、そうでさ、うん、俺らパスタ率低いよな。パスタ？うん、パスタ率低い？低い。そう、低いというのは何と比べて？なんか、うん、キャンピングカー生活する人って、うん、パスタ楽やからパスタしたがんねんて。え、そうなん？そう、で茹でたら終わりや、うん、茹でた味付けで最悪なんか買ってかけたら終わりみたいな感じでできるやんか。うん、ワンパンパスタとかで掃除も楽やし、うん、洗い物もいらんしみたいな、うん、そういうのでパスタ率増えんねんて。へえー、そうなんや。パスタ作るの月に1、2ちゃう？うん、そうやね。なあ、うん、そう考えたらめっちゃ低いで。うん、シチュー率の方がはるかに高いで。もうお米と白米とシチューは神やからな。完璧です。完璧です。納豆ついたお箸。義州で食べた青菜炒めが美味しすぎたから、うん、カーツァイっていう青菜で、うん、味再現作ってみたほんま美味しかったからあれ、うん、うまや、うま、美味しいね。うん、同じ味言うたらお店に怒られる、うん、めっちゃ美味しい。だって作ったニンニクチューブ、うん、と油でタッツァ炒めて。何の油？ごま油？米油。で塩コショウして、うん、中華だしの素、なんか鶏ガラスープの素、うん、軽く振って終わり。めっちゃ美味しいね。めっちゃうまい、これめちゃ曇ってる。でもこのままがいいかもしれない。暖房つけてバーってやる。でじゃーん、車中泊禁止。作るいつまでとか書いてないから禁止になったんやな。うん、わあ、すごい、あれ、うん、
わ、もりもりしてる。もりもりしてる。狛犬様もすごいな。うん、すごいな。はい、ここ上がっていいな。うん、舞台とかで、階段走行注意とかであるから。うん。え、そんな熱いの出てんの？まさか。お前熱っ。50度、60度ぐらい、うん、お邪魔します。お邪魔します。見てよ。あ、ここも青銅狛犬ちゃん。ほんまや。どう、お湯出てる？水。あれ、本物の猫かと思った。え、本物の猫やな。え、あれ本物の猫？あ、ほんま、本物の猫や。びっくりした。ピクリとも動けへんから。伝統の山賊。ご当地グルメやね。おいしい。めちゃくちゃうまい、うん、これもめっちゃサクッとしてる、うん、満足いく定食。